一発目ですよ、はい。じゃあそんな感じでですね、先生が、抽選のコツを教えてあげたいと思います。こう斜め45度からこう優しくこうよ、うん、奇数テンパイですね、これ、まあ先生優しいから後ろの方を引いてしまいましたね。はい、そんな感じでですね、頑張りたいと思っております。はい、なんで131点。はい、というわけで始まりましたきらめき男塾第9話ですね。先生、本日は、空いてないですね。そうですよね、ちょっと望みを持ってしまった。凱旋は空いてるんだよな凱旋にします。なんか前確かこの辺で真ん丸出したんですよね。まあ、ここハーネスだったんですけど、どこがいいかな、真ん中この辺でいいですかね。はい、というわけでですね、本日、ちょっと狙い台ではないんですけれども、凱旋で勝負したいかなと思っております。はい、埼玉県に赴任してまいりました新人教師の青井と申しますはい、というわけでですね、本日1月11日ですね、こちらガーデン北戸田店さんですねの方にやってきております。きらめき男塾の第9話ですね。はい、今日は一応イメージとしては先生みたいな感じなんですけども、ちょっとですね、僕の番組のオープニングの制作とかもろもろを今やってまして、衣装をですね、ドン・キホーテの秋葉原店さんですねからちょっと提供いただきまして、よかったら皆様もドン・キホーテで買い物をしていただけるといいかなと思いますね。はい、そんな感じで本日も頑張りたいと思います。行ってまいります。はい、紳士服のコーナーか、あれ間違えたかな間違えたか。はい、というわけでですね、おはようございます。男の子教師青井、本日ミリオンゴッド神々の凱旋の授業を開始したいと思います。はい、では行くわよ行くわよ行くわよでいいのかな。はあ1ゲームゴッドならず。いや、本当はまあ聖夜狙いでしたね。今日は男子生徒ならぬ男子セイントたちにですね、青井の特別授業をしたかったんですけど、はい、凱旋ですね。はい、もう なんだろうな、もう最近引きがあまりにもなさすぎてですね、なんだろう、まあ言ってしまえば前回の8話もう抽選受けたじゃないですか、700番でしたからね。もう雑、呼ばれ方が雑、650番以降のお客様みたいな、もう台数も600台ぐらいしかないので、もう雑に案内されるっていう。今日も結局そこまで人数は多くなかったんですけど、ほぼ、まあ、限りなく後ろの方でしたね。もう本当に最近もう引きがなさすぎて、次元が違うというんですかね、もうまず歩いてるだけでもう必ず赤信号です。もう本当に、しかもただの赤信号じゃなくて、ちょうど切り替わって赤になる、ちょうど切り替わってこっちで待ってたらこっちが青になるやつ、一番時間がかかるやつ。そう、あとはもう電車とかも改札通った瞬間の電車がブーンみたいな、あ、行っちゃったよみたいな。もうエレベーターとかに至っては、自分がこう上ボタンとか押すじゃないですか、押す刹那 0.3 秒前ぐらいに上に行っちゃうんですよ。あ、行っちゃったよってなって、なんてついてないんだと。それに気づいたのが、わお、お馬さん、あー、お、中断ですね。106ゲーム。そうです、スロットはもう目も当てられないぐらいひどいです。本当それこそこのガーデン北戸田店さんで1万4500枚かな出したじゃないですか、煽ってますね。
でたくさんあの動画を見ていただいた方にですね、まあ、感動しましたとかすごくとても言ってもらえるんですね、はい、それがまあ12月ぐらいに動画出たじゃないですか、まあ、そんなもう1万5000枚じゃ効かないぐらい敗北してますね私。とどめはオールナイトですよ。そうですね、アーカイブないかもしれないんですけど見ていただいた方は分かるかなと思うんですがあれはやりすぎですよ。おお VV1 いけるおーあるある、大丈夫先生ちょっと落ち着きが、おおやりました。129ゲームですね。投資が、6000円、素晴らしい。白幸先良すぎでですね、あの本日の男気ミッションなんですけれども、先生あの先生の格好しているので、おう天国ですね、一日女教師をやりきる男気ミッションで新米教師が最初にやることといったら校長先生への挨拶ですから、あのこのミニオンゴッド神々の凱旋ですね、あの校長先生を搭載しているんですね。まずはそのゼウス校長にご挨拶をするのが急務ですね、私の。そんな感じでじゃあ目指していきましょうか。できるかなさすがにあの赴任して校長に挨拶しないとか舐めてますもんね。ダメですよ、挨拶しないと。よしよしよし、避難内容練習しました、スピーディーに。あ、おー来ました、いけ。まあ、めちゃめちゃ幸先よしです。あまあ、さあ、キナナで先生あの一つ乗せましたので次はありますね、306枚、はい。あーもう生徒もやっぱり精神的に幼いというか、まあ、仕方ないんじゃないですか。でも例えばその先生をいじめて動画に撮ってネットに上げてしまうとか、もうなんか本当にもうネットについての授業をした方がいいんじゃないかなと、まあ、その先生もそのこんな格好で動画には出てますけれどもおやりました、第一停止フリーズですね、わお。よし、あのキズゴット狙ってみました、よし、いただきました、ファイヤー、82セット目ですね幸せすぎるやりました。どうですかこの、そうですよ、あの校長先生に会う前にちょっと天国に登ってしまいました。第一停止しびれますね。いやでもなんでしょうね、あの今まで結構めちゃめちゃ苦労してゴッドを引くっていう展開が僕の番組とか、まあ、動画とかでは結構多いので、なんかまだ実感が湧かないですねこんなあっさりでいいの、さすがの先生でもハレルヤはなりませんでしたね。よし7までかな、サクサクっと行きましょうかね、はい、来たで先生あの本日ですね埼玉県に赴任してきたんですけれども、ちょっと明日はですね岐阜県のパチスロ学校にちょっと赴任しに行かないといけないので、今日はちょっとあんまり長いはできないですね、はいはい。これ出落ちみたいにならないですよね。扉ですね、いやめちゃめちゃ緊張しますね、いきますよ、大丈夫いけるでしょ先生決める、
先生力及ばずでした。お、最終ゲームに。ツン、はい。で、7セット目ですね。一応見えてる分は次でラストかな。はい。終わってしまうのか。はい、1965枚ですね。一応見えてる分はもうないです。あってほしい。いいじゃん、1個ぐらい、1個ぐらいいいじゃん。あー、まあスタートダッシュには成功いたしましたね。初当たりも早かったですし、はい、天国上げないとですね、校長に会うためには。もう一押しだと思うんだよな。惜しいね。惜しすぎる。おお、リプさんですね。そのままこれだよ。おお、行きましたね。丘。もうオールナイトの時もこれ見たくなかったですからね。何回も何回も丘に行って落ちて。お、天国上がってますね。あ、ヨーロッパだ。V6V 当たったかい。出やすいですね。まだ大丈夫でしょう。よし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 。校長室ですね。こちら校長先生のお宅は豪華な。よしよしよし。よし、大丈夫でしょう。やばい、校長チャンス。さあ、OK、当たりですね。はい、215ゲームですね、持ちメダル。ランプ来ましたよ、校長先生。私、本日赴任いたしました新米教師の葵でございます。何卒よろしくお願いいたします。やった、本当に校長先生に会えました。校長、校長って言っちゃった。グセンス校長先生、思ったより身だしなみが悪いですね。はだけてしまっています。そしてリプ4連ですね。私は下からなくはない。あー、ムム乗せれず。で、2セット目ですね。はい、あー、失礼しました。挨拶大事ですから。あー、リプが良かった。はい、616枚ですね。厳しいかな。おお、天国かな。もちろんストックでいいですけどね。おお、じゃじゃじゃ、今ので刺したかな。まあ、校長先生も
もう挨拶しましたけど、まあもう何回でもいいですから、こいつよく来るな、来るのみたいな。なんか随分静かなる時が流れてますけども、お昼休みですか。あ、リンクしてるんですね、現実。あの小学校の給食でゴーヤチャンプルーが出た日がありまして誰も食べれなくって、あのコッペパンあるじゃないですか、もうプロの工作みたいにして、あの中身をまずくり抜いてですね、その中にゴーヤを詰めて、もうみんな巧妙に隠してました、残して。そしたら先生にバレて、食べきるまでお昼休みに行ってはいけませんみたいになって、今でこそ大好きですけどね、いつからか美味しくなってしまうんだね。さてこれから哲学の授業に入りたいと思います。子供の頃はパチスロも知らなかったわけじゃないですか。当たり前ですけど、1年に1回もパチ屋に行かずとも楽しく生きていけた。なのに今先生はどうでしょう入り浸りというか、もうパチスロが仕事であり、まあ人生の一部でもありますし。でも僕子供の頃、あのゲームのあの北斗、プレステかなんかのやつ、僕子供の頃やってましたよ。あ、今じゃもう出せなさそうですもんね。まあ、でも逆にあの今はあのアプリになったりとかしてますもんね。こう凱旋とかのアプリで課金して強制役を設定してですね、イメトレするわけですよ。寝る前とか不意にやってしまいますよね。ラジュー、ただいま。ん、強い。鏡、よーしよしよし、当たりましたね。おう、ファン太陽の力322ゲームですね。結構謎っぽいですけどね、めちゃいい感じで当たり引きますやん単発ですが、まあでも揉めてるんでいいですよね。よし、364ですね。持ちメダル274ないなんかいまいちトリガー的なものが引けてないですよね。どこかで雨暮れが流れているな、聞こえたぞ聞こえておる、すごいな。いけ、よしよし、リプサリド、おお、ゴーゴー、下からやりました。6、いけるいける、リプ6ですね。7でしょ、出らんな。でもリプレイ7連ですね。よーしよしよし、分かんない何個あるんだろう。91ゲームですね。ここも間違いなくめちゃくちゃ大事ですね。で、まあ時間でいうところのオアオ、ああなめきですが、まあ、ちょうど学校でいうと5時間目ぐらいのこの凱旋、先生と居残り授業する気かしら。333、631ないですね。さあ今
2時ぐらいですね。じゃあ6時間目ですね。6時間目の授業は、Gストップの授業でございます。よし、先生のお手本見せてあげるわ。見てなさい。よしよし、行こう。あ、V でいい、 V でいい。よしよし、ないけど、あお手本を見せなきゃいけないの。 V5、 あ、よしよし、いい子。3、3、3でいい。あ、7あるよ。1個 S7S。 よーしよしよし、決めたい。お願いお願いします。3、5、5、5。カットよ、全部カットよ。まあ気を取り直して、2発目ですね。じゃあこれから先生がお手本を見せる。もうあの先生のお手本を見せるのよ。見てなさい。頼む頼む、ない。 1S はないな。頼むって。ちょ、パンパンっていこうかな。やっとやっとです。VVS、VS。S がいいですね。S。よし、やりました。よーし。危な。なんとか、Gストップ3つで、まあ1個ですけど、まあ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 。凱旋の面白いとこ全部できてますからね。これが先生のお手本よ。あ、リラックス。よーし、ちょっとラスト、無限無限無限。楽しみはしましたね。楽しみはしましたね。ポジティブポジティブ。すいません、あの止まれませんでしたけど赤7が揃いました。生ですね。これはリベンジですよ。やった、ゼウス。あ、やった。あ、凱旋難しいわね。はい、さあ、あとはおーおー、最終ゲームですね。3、武蔵狙い、いきますね。あー、赤7ですね。冗談、頼む。あとはつぶつぶ黒列の奇跡を信じるしかないですね。弱いね。あ、ラスト終わってしまった。リップさん、リップさんの分なさそうですな。はい、よーしよーし。めちゃめちゃ順調ですね。293枚ですね。なんかずっとこんな感じですわな。どうする。当たりは軽いですけどね、減ってきますね。
やっぱこれは逃げた方がいいかな。300までにしますかね。はい、あ、リプレイだね。はい、346、はい、そういう感じでですね、やりたいこともやれたので非常に満足はしているんですが、もうちょっと伸ばせたかなとは思いますね。ちょっと減らしてしまいましたが、勝って終われたのでとっても満足しております。そんな感じでエンディングに行きたいかなと思います。起立レイ、はい、はい、というわけでですね、1日女教師葵をやりましたけど、そんな感じでですね、本日の収支が、投資が6000円で、回収の方がですね1402枚ですね。はい、なのでまあ1000枚ちょいのプラスと、なんかやっぱりもうちょっと伸ばせたかなとは思うんですよね。それで3000枚4000枚とか持って粘りたかったんですけど、終わってみれば1500枚もないと。もう最近僕自身も収支が非常に負けが続いてたので、今日はもうどうしても勝って終わりたいなという気持ちがありましたので、本日は勝ち逃げでございます。イエーイ。はい、まあでも今日はちゃんと校長先生に挨拶できましたからね。どうですか、丸ですか。おお。ありがとうございます。はい、まあそんな感じでですね、お送りしましたきらめき男塾の第9話ですね。流れはよくですね、いいところを見せてきたかなと思いますので、もしこの動画がいいなと思ってもらえましたら、ぜひグッドボタンを押していただけると大変励みになりますので、よろしくお願いします。はい、そんな感じでご視聴ありがとうございました。バイバイ。昼休みの時間よ。はい、というわけでですね、本日1月11日のガーデン北戸田店さんの出玉の方を見ていきたいと思います。でまず僕がいる凱旋ですね、かなりもうこっちの列かな、あっちにもあるんですけど、こっちの列がかなり圧倒的な感じになってるかなと思いますね。もう19回15回12回15回2箱1箱1つ飛ばして、僕の隣が別積み中ですね。さらに角の方ですね、別積みらしいと。まあでもこれもう見て分かっちゃうんですけど、エウレカ3ですね。もうえげつない感じですね。はい、6号機エウレカ3ですね。はい、あとは僕の狙い台だった聖夜ですね。あ、でもいいな、出始めてますね。こっち側5台すべて箱使ってますね。で、番長3、まあ、大時計が多いのかな、正宗もありますね。番3と正宗ですね。正宗がで角の方に行くにつれてって感じですね。で、なんか爆出ししてる戦国乙女、でもここも角出てますもんね。戦これです。なんかこうしてみるとなんですけど、凱旋かなり良くないですか。いいですよね。なのでもうちょっと粘ろうかと思うんですが、まあ爆死は避けて頑張りたいかなと思っております。そんな感じですね。はい。